行くぞ、マジックサーキットフルカウント、マグリーファンタクル。やファンタズムーンの前に新たな敵が現れたの。その名は妖怪アキュン。怖い、私負けそう。月よ、もう一度愛を信じさせて。そこに現れた助っ人、レン、そのちくわどうするの。次回、白き月日のファンタズムー芋掘り大会。次回もあなたの心にマーブルーファンタズム。いっぞ、マジックサーキットフルカウント第8戦、マーブルーファンタズム。またも大ピンチ。嫉妬に狂った妖怪アキアが突然鍋焼け商品を売り始めたの。怖い、やめて、これ以上会員を増やさないで。そこに現れた意外な助っ人、レン、そのこんにゃくどうするの。次回、白き月姫ファンタズムーン行政改革。次回もあなたの心にマーブルーファンタズム。カラッソ、マジックサイキットフルカウント、辛くなさそうで激辛、マブルーファンタズム。はい、開催。破壊と欲望に生きる女、妖怪アキハがその屈折した性格を生かして漫画を投稿。よもやまさかの佳作を受賞したの。え、これからは真面目に作家業に打ち込むですね。できるわけないじゃん。ここに現れた意外な助っ人、役に立たねえな。レン、その昆布どうするの。次回、白き月姫のファンタズムーン学級崩壊。次回もあなたの心にマーブルーファンタズム。いくぞ、マジックサーキットフルカウント、マジありえない。妬みとすねみの化身妖怪アキハが雨の中捨てられた子犬に餌をあげていたの。やだ怖い、おいしい。そこに現れた意外な助っ人、レン、その大根どうするの。次回、白き月姫ファンタズムーン燃えるゴミの日。次回もあなたの心にマーブルーファンタズム。妖怪アキアの B 級タレント活動は実は政財界へ進出するための計略だったの。権力の見ぬ目、見損なっては犬畜生め。そこに現れた意外な助っ人、レン、そのコラーゲンどうするの。次回、白き月姫ファンタズムーン、これでも食らえ。次回もあなたの心にマブルーキノコが気どころしかあるために。
お帰りなさい。あなたのマーブルファンタズム、全ては人間のエゴが招いた悲劇だったのね。戦いは終わってないわよ、ファンタズム。誰？愛と正義の別世界魔法少女、カレイドルビー。自愛と平和の虐待魔法少女、マジカルカレイ。言語と創薬の黒幕魔法少女、マジカルアンパー。後ろ向き月姫、今こそ真を別する時。ついに完成した連の連。やだ、これ関西風、話が違う。そして死んだ妖怪アキアとウリ二つのあいつの正体は、次回新番組白き月姫ファンタズムカードフォア。あなたの心に新たなマーブルファンタズム。